はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんばんは。サッカーはとことん愛する男、DJ ともです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<や>ますマリノス、昨日勝利おめでとうございます。おはようございますい。昨日はですね、内容的にはですね、正直 <laughs>、えー、そこまで盛り上がるような試合ではなかったですが、 まあ、なんといっても勝利できたことが大きいのではないでしょうか、昨日どうですか、DJ トムさん。いや、ちょっと知人が、その試合をなんかテレビで見てたらしく、はい、よく勝てたね、と言ってほしいけど。そうですね、本当によく勝てたね、という形で、補正観点にですね、散々シュート打たれたりとか、まあ、本当にいろんな選手、結構ですね、チャンスも作られて、いつも通りブロックを敷かれてですね、マリノス回していくんですけれども、なかなか。 突破口をつかめずに、パス縦パスをですね取られてカウンターを受けたりとか、ね、かなりですね厳しい、アンデルソン・ロペスがですねゴールを決めるまでは非常に苦しい状況だったかなと思っていたんですけれども、まあ、何よりホームはですね、まあ、内容はどうあれ、勝つということが非常に重要ですので、まあ、この1勝は大きいのではないかなとは思いますが、あまた日曜ですね、再スター でのセカンドレグというところで、やはり DJ トムさん、これは厳しくなりそうですかいやー、まあ、一発勝負、浦和強いですからね。浦和は1点ビハインドですが、やはり ACL だったりとか、まあそういったところでのトーナメント、まあ、幾度となく、このセカンドレグで逆転勝利を収めてきましたか。まあトーナメント戦なんで、まあそ、そういう部分を考えると、やっぱりかったですね。昨日勝ちだけ、勝ったことだけを見れば。 勝ったことだけを見れば非常に良かったですし、まあ、ただ、あの日曜ですね、えー、ま、埼玉スタジアム、日曜日、えー、夕方5時からと、まあ、家族連れにもですね、抜群な時間帯。帰っても浦和サポーター、あの8時ぐらいには家に帰れるんじゃないでしょうか。えー、ま、子供が小さくても行きやすい時間帯、これはかなり人が、 集まってくるのではないかと思いますが、まあ、日曜日がですねちょっと天気がもしかしたら崩れるかもしれないということで、まあ、この状況によってはあの人の集まりもまあ変わってくるかと思うんですけれども、まあ、埼玉スタジアムのですねあの雰囲気は、まあ、な,なんといっても、まあ、いくら負けててもあの雰囲気に飲まれてしまうということはあるんサイスタっすからね、まあ、サイスタの本当に一発勝負はレッツはもう慣れてますから。いくとな 幾度となく魔法がかかりますからね、あそこは。そうですね、まあ。幾度となく、あそこで数々のタイトルを浦和は獲得してきた、えー、という自信がありますし、今、あのまあ、調子はいいですからね。えー、本当にもう、おセカンドレグですね。マリノスも油断せずに、まず先制点を取ることが重要じゃないですか。うん、まあそうっすよね。まあ、入れられ先に入れられると厳しいですよね。 まあこの状況、チャンピオンシップのあの、二千何年かのの状況と一緒ですかね。あ、あの、ドゥトラの時ドゥトラの時です。ドゥトラがコロコロ PK 決めた時河合隆二選手がヘディング日産ス,スタジアムで叩き込んで。1-0。1-0からの、あれですかね。サイスタですかね。サイスタではど、どういった結果だったんでしたっけあれって。あれ確かっけ。 1点と、最初に取られたんじゃないですかサントスが決められたんです。てて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 て。サントス。2004っすね。2004年っすね。ああ、1点取られて、あの、このまま PK っす。こういうのは嫌ですよね。1点取られて、結局11で PK と。そうっす。まあそうですね。PK 戦にはできるだけ持ち込みたくないですし、延長戦にも行きたくないので、やっぱり PK。 <え> PK, PK, PK. PK は嫌ですよ。PK は嫌なので、えー、のできるだけ90分間で試合を決めてほしい。まあ、市森がいるので、PK ですね。結構心強いこともあるんですけれども、<laughs> 最下の雰囲気で、PK ってなると、あの旗ね、旗あデりに DJ とも参加しちゃうんじゃないですか、あれ。そうですよ。まあ、あれ、やられると本当に選手もやりづらいですよ。でしょうからね。まあ、やっぱり90分間で試, <laughs> 試合決めたいですが、あのー、 宮市選手、あの、大仕事果たしてくれましたね。あの、坂井博樹選手を。退の追い込みなんかあのシーンも結構、あのハイライトしか見てないですけど、あのシーンちょっと宮市キレ、キレキレだなと思宮市キレキレでしたね。ただあのシーンも結構物議を醸してますよね。アウトオブコンテクストフットボールみたいなのになぜか乗ったりとか。まあ、あの人多分、アウトオコ、あの、ツイッターで登録者めちゃくちゃいるじゃないですか。知らないです、俺。多分絶対トム、トムも見たことあると思うんですけれども、 動画だけ、文章を載せないで動画,動画だけ載せる人みたいな感じで裏がっよ。裏百3裏側ちゃうの ?380 万フォロワーぐらいいて。で、この人がですね、よく日本の J リーグの動画をしょ,しょっちゅう上げるんですよ。はい。あの、日本人以外からのフォロワーがめちゃくちゃいて。まあ、なのにかかわらず、その、この昨日の宮市のですね、えー、堺のレッドカード、もうあの、このアウトオブコンテクストフットボールに取り上げられてて、 絶対こいつ日本人だろっていうような噂が出てるすね。<laughs> マスクドが、マスクドが剥がされてたらもう。マスクドがもう剥がされてて。ま <laughs> あでもこの、このコメントには何が J リーグで起こってるんだみたいな。で、書いてあって、そこになんか浦和サポが英語で、あの、レフリーのレベルがとても低いんですってコメントしますね。それでいいんです。 <laughs> カビラ・ J ェですあ。前回のコメント欄の読み上げお願いします。前回ですね、はいと、コメント欄、えご指摘をねあのいただきました。ありがたいことですよ。ご指摘いただけるうちが花という言いますか。トム氏のですね発言が気分が下がると、あのー、シンタンオレティさんからですね、ご指摘をいただきまして、ま、登録を解除したと。これはあトムさんですね。 えー、改善が必要なんじゃないですかえー、真摯に受け止めて頑張ります。大変申し訳ませんでした。えちょっと改善して、まあまあみんなにですね、愛されるチャンネルを作るっていうことは不可能ですので、まあただで,ですね、できるだけ、まあ、あの不快な思いをさせずに、<laughs> あのいろんな人に、えー、まあできるだけ多くの人に愛されるようなチャンネルを目指していきたいと思っておりますので、まあ真とトムともに。 えー、そ,れそういったチャンネルを作れるように励んでまいりますので、皆さん引き続きサポートをよろしくお願いします。あと、ごめんなさい。元のゆきさんもコメントしてくれてたんですけど、ごめんなさい。返信をできなくて忘れてしまっておりました。<laughs> ありがとうございます。またですね、元のゆきさんもコメント引き続きお,お待ちしておりますし、 まあこの前ですね、お掃除や愛ちゃんもまたコメントしてくれてましたので、まあ、ケバブをめちゃ愛する掃除や愛ちゃんです。負けたがまだ2位、上を向いて歩いてこうということで、えー、コメントいただいてますが、まあ、この後ですね、見事に ACL も勝利して、あのフェ、フェライニーですね。フェライニーも倒して、えー、このホールバンカップでも2勝目を挙げたと。これはでかい。で、次の日曜日。 ここでしっかりと勝ち抜けられれば、この勢いのままにまたリーグ戦に持っていきますのでね、えー、その勢いを落とさないように、次もですね、まあ、鍋、鍋子があの試合中に怪我しちゃったのは不安ですね。あ不祥退場してですね、高橋宗樹選手と接触して、ちょっと鍋子がですねあの、腰痛めて不祥退場しちゃったんですけれども、日曜日は難しいのかわからないですけれども、鍋子がやっぱりいた時といない時だと、鍋子がいた時の方がですね、やはりそのセカンドボールももちろん拾ってくれますし、ルーズボール。 何、まあ、て言うんですかね五分五分のボールになった時に鍋子がボールをです、ね、しっかりと回収してくれたりとかあと細かいタッチの部分だったりとかも非常に鍋コがう,うまくて、まあ、試合の流れもです、ね、うまくコントロールしてくれていたんですけれども。 この鍋子がですねいなくなると、なるとまあ、キーボーが交代、まあ、で出てきたので、まあ、キーボーがいるっていうところは心強いんですけれども、ちょっと鍋子いないのは痛くないですかいやー、難しいですよね、それは。はい、だって、昨日も相当やられ,やられてて、いいなかったらやばいんです昨日も相当、荻原選手のハンドで幸運にも、幸いにもですね PK をゲットできて、まあ、アンデルソン・ロペス選手、PK で決められたんですけれども、やっぱりあロペスもですね、 アンロペもまだ本調子というか、まあ、な,んかなんていうんですかね、なかなかボールをうまく収められなかったりとか、えー、PK を決めるまでは、全然その流れに乗りていなかったので、まあ、上長崎選手、最初から見てみたい気持ちもあるんですけども、その辺はどうでいや、まあ、アンデルソン・ロペスに関して、相手選手が警戒し始めてましたよ、ね、そうですよね。 いい,い,いまあやっぱりここでアンデルソン・ロペスが一皮むけるためにはね、打開してほしいですけど、選手変えるの簡単です。<laughs> そうですね、おっしゃる通りです。ここは、まあ、簡単に変えることは簡単ですけれども、そこをなんとかアンデルソン・ロペス選手のポテンシャルで乗り切ってもらえると嬉しいですが、まあ、やはりレッズの2センターバックは好きにさせてくれませんね。この2センターバック、本当にいいセンターバックですね。ショルツとホイブラーテ ショルツとホイブラーテン、特にショルツは本当にいい選手。まあ、ショルツ攻撃の、攻撃の力もありますからね。攻撃の力もありますし、常に落ち着いて冷静な判断ができる。うまあ、昨日ですね、ちょっと西村選手に、えー、タックルされてめっちゃキレてましたけどね。え、ーあのノーイメ、ノーイメージのエカニット・パンヤ選手。エカニット・パンヤ。タイ代表のエカニット・パンヤ選手ですか。全所属チームやばいっす。 どこユナイテッドだらけ。<laughs> エカニットパン屋選手、僕の,あのタ,イタ,イタイサッカー協会で働いてるタイ人の友達に、エカニットパン屋どうって聞いたら、めっちゃいい選手だって言ってました。え、この人、実家がパン屋とかではないくてってことですかいや、パン屋ちゃうわ。ね。<laughs> <laughs> エカニットパン屋って名字でパン屋いえからお前。ね。<laughs> <laughs> どんなお前、おいた字やねん。<laughs> いや、なんかそんなのがお店も売れるのかなって、エカニットさんのパン屋みたいな <laughs> <laughs> まあなんかブラジル人は地域,を名前地域が名前に入ってたりするらしいですよね。あのレオペステラおばさん的なクッキー美味しいよな。<laughs> エカニットさんのパン屋。エカニットさんのパン屋エカニットってファーストネームだからお前、ファ,ミリーファミリーネームがパン屋ってことか。<laughs> まあエカニットパン屋選手、あのタイ人の友人情報だと非常にいい選手なので、これから期待ですね。 あの札幌のアスパチョーク選手もいい選手ですもんね。え、その真の友人は何パン屋なんですかパン屋ちゃうかも。ジェームス、ジェームスだよ、ジェームス。ジェームスさんのパン屋ですかジェームスさんのパン屋ちゃうかも。<laughs> ジェームスももう偽名だよ。<laughs> <laughs> ジェームスはあのあー、えー、本当は。似てるのは偽名字ですかであのなんか外人、外人というか中国人とか、そのなんかあるあるで、なんか名前が難しいから、なんかアメリカ、なんて言うんだろうな、イングリッシュネームみたいなのをと持ってるのよ、みんな。え なんか自分で勝手に決めて、ジェームスとかあの、なんかそういう、なんか自分で決めて、本当はね、全然名前違うんだけどね。偽サイド偽名じゃないですか。<laughs> そう偽サイド偽、偽サイド偽名。<laughs> <laughs> そういう、まあそういう、覚えやすいようにじゃないけども、そういうな、ごめんなさい、由来はちょっとわからないんですけど、みんななんか、イングリッシュネームみたいなの持ってるんですよね。イングリッシュネームってそんなのあるんですね。そういうのがなんかあるんですよね。特に中国人とか、そのアジ、ああは多いですね。うん。 明日から使える簡単な英語ないですかいやこれええやろお <laughs> ディスカウントプリーズあーそれいけるよファミマとかでファミマですなファミマで値切り工場してる人この世でお前だけだよ <laughs> マリナスがこういう代表ウィークでも見れる幸せ噛み締めてですね残り2戦、えー、準決勝セカンドレグ決勝国立かな国立決勝に行ったらごめんなさい日曜日は仕事の関係で 見に行けないんですけれども、決勝にま。また行けないんかいいや、ごめんなさい。なかなか平日は仕事があって、ちょっとですね、僕、土日も働いてるので、土日も仕事があって、最近忙しいので、なかなか見に行けないんですけれども、決勝はですね、なんとか仕事の合間を縫って、えー、もし決勝にたら。いたらはい、絶対に。ったらもう行かないやろ、仕事。いや、もうそこは開けときますので、あのそこだけ。えー、合間を縫ってですね、仕事を、 もう、合間を塗って、あの、必ず決勝、見に行きたいのでめ。めちゃ合間塗るやん。セカンドレグ、絶対に勝ってほしい。<laughs> もうセカンドレグ、まあ、これプレビューもあの合わさってるような感じなので、あの、はい、また、レビューはやりますので、またみんなの日さん、日曜日曜。日曜5時です。見に行こうかな。見に行ってこい。家近いし。日曜5時。えー 皆さん、テレビの前から応援する人も埼玉スタジアム行く人も心一つにですね皆さん、日曜は夕方5時です。なんとか決勝 2>, 2号いきましょう、なんとか決勝にみんなで、えー、マリナスをが進めるように全員で力合わせてやっていきましょう。